い、どうも、コミーです。さて、本日はですね、2020年春のアップデート、これの概要をまとめていきたいというふうに思います。ですね、かなりこのアップデートの情報って、1ヶ月間ぐらいかけて、小刻みにこう出てきてたので、最初の方をちょっと忘れちゃったよっていう方だったり、あとは、断片的にとか、まだちょっと中身見れてないんだよっていう方にとって、この内容がざっくりわかるような、まあ、そんなまとめに、したいというふうに思いますので、最後までご視聴いただければなというふうに思います。では、行ってみたいと思うんですが、一番最初、これはですね、大工の拠点に関するところから来てたんですね。3月の5日というところだったんですけども、ですね、大きく変わるのが、大工の、この拠点、まあ、夜村って言われてるやつですね。まず、このタイブレイクが導入されます。つまり、同点っていうのがなくなるんですね。破壊率とか全開とかお互いにやった場合に今までは引き分けたんですけども、これがなくなるとどっちかが勝つことによって資源がもらえない戦闘だったり、トロフィーが上がりも下がらない、下がりもしない、まあそういう結果的に無意味になってしまう勝負っていうのがなくなるってことですね。あとは、これも大きいです。ユニットの訓練時間が削除されました。これ、減少ではなく削除なんですね。つまり、一回相手とのマッチングが終わって勝敗がついたら、待たずに次に行ける。これめちゃくちゃでかいですよね。この変化っていうのは、もうかなり、夜村をやりやすくなる、まあ要因になるんじゃないかなっていうふうに思います。で、時計と、まあ、これもですね、倍率が8から10倍に。で、ブースト時間が、最低3から最高11分。これが14から30分っていうかなりのロングスパンに変更されました。ただし、クールダウン、1回使っちゃうと今までは7時間待たなきゃいけなかったところが、今度から3倍の22時間、まあ、約3倍になりますというところですね。まあ、これはいいんじゃないですかね。ユニット、時計塔を訓練する時間って不要になったんで、時計塔はもう、まあ、正味アップグレードとか資源の、その回転を上げるためだけに使う形になると思いますから、まあ、そういう意味だと、小刻みに1日何回もね、こう時計塔を回すっていう作業、ポチポチやる作業が減るっていう意味では、ストレスが軽減されるんじゃないかなっていうふうに思いますね。グッドクラッシュですね。はい。でですね、これがまず夜村の変更、一番最初の、話でしたね。で、次では昼村の方に加わる大きな変更いっぱいあるんで、どんどん見ていきたいというふうに思います。まずはですね、これ、アップグレードコストの削減ですね。これもね、かなり、すごい、削減になってます。タウンホールがやっぱりですね、11ぐらいまでの方っていうのは、どんどん12、13に上がっていきやすくなるっていうところですね。まず壁なんですけど、この減少、一番右側のこのパーセンテージ見てほしいんですが、すごいですよね、これ。20% から 50% ぐらいコストが減るということですね。なんでもう序盤からタウンホール11ぐらいまでは一気に、完走まで駆け上がっていけるような、形になるということですね。で、一個一個言ってても多分覚えきれないと思いますので、全般的にまあとにかくコストが下がると。で、それがタウンホール11カンストぐらいまでのコストっていうのがどんどん下がってきますよっていうふうにまあ思ってもらえたら、まあほぼほぼ間違いはないかなというふうに思っています。ユニットの訓練コストっていうのも訓練じゃないな、これ。ユニットのアップグレードコストもこう下がるということですね。で、呪文のアップグレードコストも下がりますと。で、トラップも下がります。で、ヒーロー、これがでかいですね。タウンホール10までのヒーローが対象になります。レベル40がタウンホール10のカンスト、レベル30がタウンホール9のカンストになるんですけども、特にタウンホール9までのこのカンストに至っては、ここなんですけどね。あっと、しまった。消しちゃってごめんなさい。ですね。ちょっと言葉で言いますね。タウンホール9までのカンストに必要な、そのヒーローのアップグレードコスト、っていうのが、30% ぐらい、ほぼ全てのレベル帯で減ります。これめちゃくちゃ効果大きいと思いますね。今まで9のヒーローをレベル上げるの苦労していたところが、かなりしなくなってくるという点においては、やっぱりこれもタウンホール、上げることが非常に、しやすくなるということで、もう公式さんも公言してますよね。タウンホール上げてくださいと。上げて、どんどん楽しい環境が待ってますから行ってくださいっていう。もうそこに向けて背中をどんどん押してくれてるというところですね。さあ、次行ってみましょう。新たなレベルの追加。これはですね、攻撃防衛のバランスが変わるというところですね。まず建物。
これは防衛の方ですけども、防衛にまあ関係するのかな。金山エリクサーポンプ、ダークエリクサーポンプ。あと、これはファーミングに大きく影響しますよね。ごめんなさい。そっちの方がでかいか。で、これのレベルが上がりますということですね。で、これはタウンホール11から上がります。で、タウンホール11とか12においては、おそらくですね、資源が獲得しやすくなるという効果だけにとどまるんじゃないかと、まあ個人的には思ってるんですけども、タウンホール13の環境においては、結構時間切れっていうのが起こり得るんですね、頻繁に。まあ12もそうかもしれないですけど。で、体力が今度、この、資源施設の体力が上がることによってより時間切れがしやすくなるという点がちょっと、まあ、攻め守りの観点から言うと個人的には気になるかなというところですね。で、ユニットのレベルも上がります。タウンホール12でゴブリン、バーバリアンが、タウンホール13でガーゴイル、バルキリーがこう上がるということですね。で、これですね、まあゴブリンとガーゴイルはまあちょっとあんまり語るところを個人的にはないんですけども、バーバリアンですね。これは、間接的にバーバリアンキングが強くなります。なんでかっていうと、ババキンのアイアンフィストで出てくる、バーバリアンの体数って結構半端ない感じ出ますよね。もう数十体ぐらいドーンって。この1体1体のバーバリアンが強化されるっていう点に関しては、ものすごいこれ大きな話で、バーバリアンのこの、レベル上限解放っていうのはタウンホール12ないしは13の、攻めをよりこうしやすくすることにつながっていきます。さらに、バルキリーのレベルが上がるということで、結構これもですね、体力が200ぐらい確か上がるのかな。1ポイントこれ1650っていう風にこれありますけども、これですね。ではやられにくくなると、さらに攻撃力も上がってくるので、非常にですねバルキリーが強くなる。これちょっと今度新しい環境、スーパーユニットっていうのも今度出てくるんですけども、それと相まってバルキリーの使いどころっていうのがまた増えないかなってちょっと楽しみにしてますね、個人的には。で、一方で防衛のレベルも上がります。これこの3つですね、アーチャータワー、迫撃砲、ボムタワーで、これですね、話したい点が2点ほどあって、まあ3点ぐらいかな。まずアーチャータワー、これダメージがですね、毎秒これ、6上がるんですね。プラス6になってるんですよ、今までの、レベル17から比べると。なんですけども、まあ、上がり幅は少ないんですが、アーチャータワーで結構数がありますよね。この数のあるアーチャータワーっていうのが、それぞれ、強化されると、まあ、塵も積もれば的な感じで、秒間ダメージ結構増えるかもしれないですね。まあ、それは少し、守り手側優位にやっぱり働くと思います。まあ、少しっていうかそこそこ働くと思いますね。で、次、迫撃砲ですね。これなんですけども、ヒットポイントが上がって、ダメージが毎秒こう上がると。いうことで、ちょっとね、これ気になるのは、よくですね、手前にある金山とかエリクサーポンプとかにボーラーを当てて、一個奥にある迫撃砲を壊す。まあ、結構クロートの方、まあ、中上級者の方は結構頻繁に使っていると思うんですけども、こういうテクニックをやった場合に、金山もまあ強くなるんで、金山の方が先にボーラーの攻撃で、壊れちゃって迫撃砲壊れないっていうのは多分ないと思うんですよ。なんですけど、迫撃砲壊すまでにかかる時間が増え、かつ秒間ダメージが上がるということによって、もしかしたらボーラー一体でこのバウンドで迫撃砲を壊すってことができなくなるかもしれない。ちょっとこれはね、実装されたら自分も試してみたいと思ってるポイントです。次、ボムタワーですね。これ、爆破ダメージが450、秒間ダメージが72ということで、まあ、こっちも強化されてるんですが、まあ、ここに関してはあんま語ることはないんですけど、これですね、このヒットポイント、これ1900っていうのがちょっとね、くせ者ですね。で、これが何かっていうとですね、ロイヤルチャンピオンのホーミングシールド、あれ確か1820かな、ダメージ入るんですけど、それで、ボムタワー一撃じゃ壊せなくなっちゃったってことですね。これがめちゃくちゃ大きいんですよね。私結構クイヒーディガホグとか多用する方なんで、これで、ボムタワーをですね、ロイヤルチャンピオンのこのホーミングシールドでボーンって壊すっていう、それができなくなっちゃうっていうのが、すいません。結構、自分は怖いなと思うところですね。で、最後、呪文ですね。これはポイズンのレベル上限が解放されますということで、これもですね、スーパーユニットが出てくることによって、あと、まあ、バルキリーとかのレベルが上がるのもそうかな。クイヒーが防衛軍と当たった時に、あまりに防衛軍が強すぎて、クイヒーが、
もうそれだけでやられちゃうみたいな状況っていうのが起こり得るのかもしれないですね。まあそういうのを避けるためにポイズンのレベルが上がるということなんじゃないかなって、まあ個人的には推測しています。まあ非常にこれはですね、ユニットが強くなるんだったら防衛援軍も強くなっちゃうんで、そこに関する、ポイズンのレベルアップっていうのは、まあバランス上、私は歓迎かなっていう気がします。はい。次、快適性の改善ですね。一応新たなレベルとここまでいたので、ここ行きましょうかね。これがね、めちゃくちゃ多いんですね。ちょっと駆け足でいきたいと思います。ただ、全般的に個人的にはいい話だというふうに思っていて、まあ多分ゲームがしやすくなるだろうなって思います。まずこれ。求めていない援軍ばかりでお疲れですかっていう、これね、今までは文章でこれこれくださいとか書いてたじゃないですか、対戦用とか。それを、ユニットを作るときありますよね、こういうふうに。ちょっとごめんなさいね、一回画面切り替えて、こういうふうに作るときみたいな感じ。こういう感じでポッポッポッとね、こう、タップすることによって、自分の欲しい援軍を選べる。で、入れる側は、欲しがってる人が選んだ援軍しか入れれなくなる。で、さらに、レベル最大を要求しますか、イエス、ノーみたいな選択もできるようになるんで、援軍を選ぶ側は選びやすくなるし、入れる側も間違って別のものを入れちゃいましたっていうことができなくなる。まあ、いたずら防止もできれば、まあ、間違ってしまったっていうね、そういうすいません的なこともなくなると。まあ、いうことですね。これは非常にいいですよね。うん、私は嬉しい、改善です。で、三つ目のダクエリ、ポンプが、建設可能になります。まあ、これは、まあ、資源が利用する方にとっては朗報ですね。より早く、タウンホール10まで上がりやすくなると、まあ、いうことですね。タウンホール9のやっぱヒーローレベル上げるのきつかったんで、まあ、そこにこういうメスが入ったってことですね。で、まあ、一方でこれは、まあ、Q に関しては、まあ、時間切れっていうのはあんまないのかなちょっとわかんないんですけど、まあ、そっちの話には影響ないかなっていうふうには思います。はい、次ですね。クラン城からのユニットが特定の順番で出撃します。これ今までですね、入れた順番で出てくるっていうふうに、まあ、一般的にはなってたんですけども、それが、最も収容スペースが低い順、つまり、バーバリアンとジャイアントだったらバーバリアンから出てくるようになりますよということですね。さらにレベルが低い順。で、あとこれプラスですね、この収容スペースが同じユニットの場合は内部 ID 順って書いてあるのがちょっとわかんなくて、多分これは、まあ、スパセルさんの中でその ID が決まっていて、その序列があるんでしょうね。まあその順番で出てくると。で、さらにレベルが低い順で出てきますよってことですね。うん。で、このレベルが低い順っていうのが、この優先順位のどこに入ってくるのかがわかんないですね。おそらく優先順位的には、これが1で、これが2だと思うんですけども、そうすると、こいつが入ってくる余地が、どこなんだろうなって思っちゃいますね。個人的には、まあ、ここにこう入ってくるのかなっていうふうに思ったんですけど、ちょっとわかんない。これは、もしですね、情報を持っている方がいたら、教えてほしい点ですね。はい、次ですね。緊急ポーションでのラボのスピードをアップ率が従来の10倍から24倍に。まあ、つまり、ラボの、スピードが上がるってことですね。これは嬉しいですね。結構研究で最後まで待たされるケースって多いので、それはですね、まあ、どのタウンホール台においても、まあ、歓迎されることかなっていうふうに思います。次、クランゲームの報酬を獲得する際、これですね、そう、今まで、例えば、報酬もらうときに、ヒーローの本とか、もう、持ってるよっていうとこ、時ありましたよね。ああいうときに、いちいちタウンホールの画面開いて、ヒーローの本を捨てて、それをもらうとか、まあ、捨てるというか売るのか。で、エメラルドに換金してからもう一回もらい直すみたいな。この手間ですよね、この手間。これがなくなる。これは、ごくその、ゲームのしやすさからすると地味だけど嬉しいですね。クランゲームの報酬をもらうときにカンストした人は分かってると思うんですけど、結構ストレスだったんですよ。作業が。次ですね。フレンドリーチャレンジでクラン上ユニットが参戦。これですね、どういうことかっていうと、今まで、フレンドリーチャレンジって、援軍もらってからフレチャを、その、クランチャットにこう出しましたよね。で、そうすることによってもらった援軍がフレンドリーチャレンジに反映されるっていう状況だったんですけども、これが変わるということですね。フレンドリーチャレンジ用の援軍を一度もらって設定しておけば、
それがずっと延々フレチャーを出すたんびに援軍入ってる状態でフレンドリーチャレンジを出せると。で、大きく2つメリットがあって、1つは毎回もらわなくてもいいっていう点で、2つ目っていうのは1回もらっちゃった場合に自分も当然フレチャーする場合って誰か仲間の村攻めますよね。だから攻める時の、援軍と自分が村をその攻められるようにこう提供した場合に出てくる援軍っていうのが今まではもう強制的に同じになっちゃったんですね。これが分けられるようになったっていうこの2つ目のメリット、これすごく大きいと思います。フレチャーが活発になりますよね。で次、あごめんなさい、メイン村で、本来であれば障害物の影響を出さなかったような配置が出せるようになると。これですね、なんでまあその村の中に期間限定の障害物、まあ、クリスマスツリーとかああいうのを置いておいても、まあ、フレンドリー対戦で邪魔になって配置が出せませんみたいな不具合っていうのがなくなるということですね。まあ、不具合じゃないのかもしれないですけど、まあ、結構ストレスだと思うんで。はい、次ですね、ヒーロースキンを購入、獲得した場合に即座にヒーロースキンの UI が開いて、スキン変更ができるようになります。まあ、これはそうなんだってとこですね。あんまり私個人的にはどっちでも良かったかなっていう感じです。まあ気になる人は結構ですぐゲットしたらすぐ買いたいっていう人もいるだろうから、まあそういう人にとっては嬉しいでしょうね。はい、で次、チャンピオンリーグにおいてクランの、リーグメンバーリストに入ってないメンバーは、リーグ画面が見れなくなる。これはですね、スパイ行為防止ですね。相手のメンバーが、自分のクランにこう入ってきて配置とかを全部盗み見ていっちゃうとか、あとはたまたま日本クランとリーグで当たって遊びに来た時にうっかり見ちゃいましたっていうことで予期せぬトラブルに発展する、まあそういうリスクを下げられるってことですね。特にチャンピオンリーグになってくると、チャンピオン1なんかの場合は、お金がかかったこの世界対戦に出る切符をね、得る大会にもなってますので、まあ、非常にですね、これって大きなポイントなのかなというふうに思いますね。ガチでやってる方にとっては嬉しいポイントかもしれません。はい。で、次、グランドウォールの AI を調整。ミニエティ追従しなくなりました。これですね、ちょっと私的には、イエティの、弱体化なのかなってちょっと思っていて、ミニエティを追従しないってどういうことかっていうと、ミニエティが、グランドウォーネンのエナジーサークル、要するにヒットポイント上昇国から外れた場合、最低体力400ですよね。なんで、ボムタワーの爆発一発でこれ全部やられちゃうんですよね。ちょっとこういうケースが、今後頻発しないかなっていう、ちょっとそこがイエティ使う時の、まあ、小さな不安ですね。どれぐらい影響あるのかっていうのはやってみないとわかんないですけど。で、さらにですね、次、イーグル法の照準が、ミニエティの優先順位を下げましたと。これどういうことかっていうと、ミニエティって今までイーグル法の照準を取ってくれていたけども、イーグル法が実際こう降ってくる前に、防衛施設に耐えたりして、全部いなくなっちゃったと。で、イーグル法が、もう、落っこちる場所を失ってしまって、何もない地面に落っこっていくみたいな。そういうパターンがですね、ちょっともしかしたらあったのかもしれません。今まで自分そういうのを意識して見てこなかったんですけど、で、そういうことによってイエティ本体が守られていたっていうケースがもしもあった場合には、それが今後、起こり得にくくなるという点において、イエティの、まあ、これも、弱体化につながっていくのかなと、まあ、いうふうに思いますね。まあ、イーグル法がミニエティを、標準取った場合って、ミニエティ本当にイーグル法が着弾する前に大体消えちゃうんで、あんま効果ないと思うんですよね。だから、多分攻め手側からすればミニエティをターゲティングしてくれたらラッキーっていう感じになるんだと思います。はい。で、グランドウォーデンが、あまり他のヒーローを、追従援護しなくなりました。これは嬉しいですね。結構私も、悔しい思いしたことがあって、ポグとか、あとバルーンとかにグランドウォーデンがついていかなくて延々と、クイヒーについていっちゃうとかね。ロイヤルチャンピオンついてちゃうとか、まあ、そういうケースがすごくね、なんだ、起こってしまうと、もう、ため息つきたくなっちゃうことあったんですけども、まあ、それがなくなるのは嬉しいですね。で、フリーズの呪文が、タウンホール10で必要だったレベル2、これが9でできるようになりますと。まあ、9が少し簡単になるってことですかね。まあ、でも9でフリーズを使うケースってどういう時なのかな。まあ、コウモリとかとフリーズの相性がいいんで、まあ、そういうところでもしかしたら、コウモリが使いやすくなるとかいうことがあるのかもしれませんね。はい。
で、次、バグの修正です。これも結構種類があるんですね。まあ、サクサクっと言ってみたいと思うんですけども、まず1個目、これヒーローのアビリティの自動発動と手動発動が同時になった際、二重でヒールする。まあ、要するに、バーバリアンキングのアイアンフィストなんかもそうですけども、体力の回復を何千ってガツッとしますよね。あれが、今、ヒーローのその特殊能力ってやられそうになっちゃうと、自動で発動する設定が選べるんですよね。で、それを選んでいたときに、やべえと思って自分で手動でポチってやった場合、当然、アイアンフィースの発動は一曲なんですけども、この体力回復効果っていうのが二重にボンボンとかかって、本来回復する量の倍回復しちゃうみたいな、そういう不具合があったらしいです。自分はそんなことをやったことなかったんですけども、まあこれは、まあ、当然、修正されるべきバグですね。おっと、すいません。はい、次、ロイヤルチャンピオンが、フリーズされている間にアビリティが発動した際、ホーミングシールド投げなかったんですよ、これ。例えば防衛援軍でアイスゴーレムが入ってましたと。それを、ロイヤルチャンピオンが、倒して、アイスゴーレムが弾けてフリーズ受けました。でこういう時に、例えば、まあ、大砲とかクロスボウとかで、ロイヤルチャンピオンの体力が削られていって、ホーミングシールド、特殊能力が発動しましたって言った場合に、ロイヤルチャンピオン体力は回復するんですよ。なんですけど、肝心の盾を投げなかったんですよ、これまで。何度もこれ私苦しめられました。あっと消えちゃいましたね。すいません。差し上げますね。で、その投げなかった盾を今後はしっかり投げてくれるということですね。まあ、これはですね、とてもありがたい修正です。ぜひそうなってほしかったというふうに思ってましたんで、うん、これに関してはなってくれて嬉しいところですね。ほっとしました。はい。次、壁を壊した後、これですね、攻撃対象が強制的に調整される。ですね、これ壁も1個の施設なので、それを壊すと、ユニットは次に一番自分に近い施設はどこだろうっていう風に考えて動き出すんですね。まあ、それが、壁の中だったらいいんですけども、壁の外だった場合っていうのは、壁を殴って殴り開けるだけ開けてから、全然中に入っていかないみたいな。まあそういうケースっていうのが今まで、あって、ちょっとね、具体的な例を言いにくいんですけども、忘れちゃっていて。でも、あったはあったんですよ。それがなくなるってことですね。これ非常にありがたいですね。壁の中に入っていくはずだったものが逸れちゃうみたいなのって結構、予期しない内容すぎて、自分の攻めをぐたぐたにしかねないんで、これは修正してほしかった点ですね。はい、次、グランドウォーデの AI を調整して、グループがフリーズされているかのターゲットを適正化すると。まあ、これは、多分ちょっと変わるでしょうね。そのグランドウォーデンのエナジーサイクルがより効率的になるのかなっていう風に考えたら、まあいい話ですね。次、ウォールバスターが壁に引っかかる不具合。これね、前に進まなくなっちゃうことがあったんですよね。それがなくなる。これはもう本当にバグ中のバグだったんで、治ってくれて嬉しいです。はい。次、これですね。ロイヤルチャンピオンの祭壇に近づいた時にピコーンっていう警告が鳴る。頭の上にこうびっくりマークが出ますよね。ピコーンって。あと、ハテナマークかな。ハテナマーク。なんか、ロイヤルチャンピオンが気づくか気づかないかみたいな、ああいう状況ですね。それがちゃんとですね、出るようになると、今まで出てなかったのかな？まあ、どっちにしても、まあ、あんまり気にしては来なかったですね、私は。はい、最後ではない、まだまだありますね。すいません。ラバーハウンドとヒーラーのグラフィックがずれている。これはですね、影。ソラユニットって別にこの2つに限らずなんですけども、このユニットが今どこにいるのかっていうのは影を見てそこにこう呪文を落としたり、あとは、防衛室からのダメージが届くのかどうかっていうところも判断、するのが基本だったんですけど、ヒーラーとですね、ラバーハウンドってその、影の位置が微妙にこうずれてたらしいんですね。そこが、治るよということです。まあ、これは、より、ユニットの位置を正しく判別しやすくなるという意味では、非常にありがたい話ですね。はい。で、複数の飛行ユニットを狙う際のビジュアルエフェクトの修正。まあ、これ、なんだろうな、アーチャークイーンとかが、ラバーパピー撃つときに、左右とか、こう、右往左往するような、まあ、ケースってちょっと見たことがあった気がするんで、そういうところですかね。まあ、細かいところだと思うんですけども、はい。これですね。で、移動速度、攻撃速度、ダメージに影響するブースト。こういうのが複数発生している状況下において、おける不具合の修正。これにより、大事なのはここですね。アクティブになっている中で最高のバフと最低のデバフが有効になる。
これ何かっていうと、ですね、今いい例が、ベビードラゴンがいいかな。ベビードラゴンって単体で出すと、レイジ効果が乗ってダメージが、倍に増えるじゃないですか。例えばあれに、ヘイソなんかをかけた場合っていうのは、どうなるかっていうと、レイジの効果が消えちゃったりするんですね。で、そういう風な不具合っていうのがなくなりますっていうことですね。しっかり、レイジの攻撃力に対するそのバフ効果、2倍に上がるっていう効果と、スピードアップの効果っていうのがしっかりとこう、共通して、乗っかってくるっていうことですね。まあ、一方で、ベビードラゴンにレイジをかけるとか、言った場合どうだったんだろうな、これって、二重でかかっちゃってたのかな、ちょっとわかんないんですけども、まあ、いずれにしても、今後の環境においては、ベビードラゴンって、数値にするとダメージが 100% 増えるわけですね。単体で出した場合って、レイジ効果がかかって。それに、呪文のレイジを加えると、100、ありま、レベル最低で90か80ぐらいかな。うん、確かそれぐらいだと思うんですけども、どっちが大きいのって言った場合に、呪文のレイジのダメージ上昇の方が大きいじゃないですか。これが優先されるっていうことですね。なので、しっかりと、呪文、その今そのユニットがいる環境の中で一番、効果の大きい、その状態になるという意味で、なんだ、これは多分攻め手側からすると有利な修正になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ちょっと分かりにくい説明になってたかもしれないですね。で、次、ライトニングドラゴンが、一度のチェーンライトニング、を、やってる間に二度ターゲットを狙う、これは見たことがなかったですね。でもそういう不具合があったんですね。まあまあそれは確かにラッキーパンチすぎるラッキーパンチになりかねないんで、修正されてよかったかもしれないですね。これは本当に。で最後、特定量の資源に対して、ルーンを使用した場合、見た目と、実際持ってる資源の量が一致しない。まあこれは見た目のバグだけですね。中身が大きく変わるわけではないんで、まあまあ見た目で誤解をしにくくなるという点がまあいいかなっていうことですね。まあバグの修正としてはされるべき修正だというふうに思いますが。実際の、資源が増えるわけではないということですね。さあ、最後、来ました。スーパーユニットの参戦です。これですね、タウンホール11から使えるスーパーユニットっていうのが出てきます。何かっていうと、新しいユニットではないんですね。例えば今1個、私が動画撮ってる段階で分かっているのが、レイジがついたスーパーバーバリアンっているんですけど、バーバリアンはバーバリアンなんですよ。なんですけど、このバーバリアンを強化する、仕組みが生まれますよっていうことです。どうするかっていうと、今ですね、ここに旅商人がいますよね、ここに。この商人の横の、このスペースっていうところに、ここですね、に多分、タルが出てくると思います、バレルが。で、そこで、スーパーユニット、どれをスーパー化しますかっていう、選択ができるようになるんですね。で、どれをっていうのがミソで、とりあえずですね、今回の春のアップデートでは、4種類の、スーパーユニットが追加されますと。ただし、今後も種類は増やしていきますというふうにありますけども、入手方法。これですね、4つのうちの1つしか、スーパー化はできません。同時に4つ全部スーパー化できないですね。さらに、一度スーパー化すると効果は1週間、7日持続するけども、次の7日間はスーパーユニットが使えませんって状態になります。7日使って7日休む。この繰り返しですね。で、これはもう明らかにクラン対戦リーグを意識したものかなっていうふうに思うんですけども、まあ、個人的にこれが実装された環境で、悩ましいところっていうのは、これ援軍にもですね、寄付することができるんですね。ここにも書いてありますけども。これですね。寄付できます。消えちゃいましたね。ここか。寄付することができます。で、寄付した場合、する場合っていうのは、訓練済みのものがあれば、寄付も可能です。こういうことですね。で、ですね、寄付する場合に、クラメンがそのスーパーユニットを持ってなかったら当然寄付できないですね。そうすると、今の段階でも4つのスーパーユニットがいるじゃないですか。これを誰が常時持ってる状態にするの的なものっていうのが、これから、クラン内で、議論されてくるんじゃないかなと思います。で、皆さん本アカウントでこれやるのは多分ほぼ不可能だと思いますので、
キットタウンホール11以上のサブアカウントを持って、で、代わり番号に、皆さんスーパーカーユニットを準備するような、形になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。さらに、1回スーパー化したら7日間のインターバルがあるってことからすると、合計4つのスーパーユニットを、1個ずつ、各2人が担当する。だから、バーバリアンで言えば、バーバリアンの0時上、スーパーバーバリアンをある1人が1週間、提供できるようにすると。で、別の人はその間待っておいて、で、その1人目の、スーパーバーバリアン効果が切れた次の1週間を2人目がカバーする。これを4つのユニットそれぞれやっていくみたいなことになってきた場合、結構大変かなって思いますね。クラン対戦リーグ今、チャンピオンは、15人で回してますけども、その方々がみんなサブアカウント1個ずつぐらい持っておかないと、この回しが効かなくなってくるっていう感じになるかもしれないなと思っていて、まあ、そうなった場合っていうのは結構、クラン内の戦略っていうのがより複雑になるかもしれないですね。非常に強いので、バーバリアンだけ今見てみましたけども、めちゃくちゃ強いんですよね。なので、このスーパーユニットの使い道っていうのは今後の環境で、大きく重要なポイントになってくると思いますね。ちなみにどんだけ強いかっていうと、おっとすいません。バーバリアン、これスーパー化するとですね、ここのコストっていうのがこれ5になるんですね。これが。で、ヒットポイントがこれ、1100になって、で、これがですね、200に増えると。で、さらにここに、レイジの効果も乗ってくるわけですね。すごい、バカ強くなりますよね。で、こういうスーパー化っていうのが、今後増えていくわけなんで、かなりこれは戦略的にスーパーユニットを常に持っている人を作っておくっていう、もうこれは多分ガチクランには必須になってくるんじゃないですかね。大変だなっていうふうにもう思いますね。はい。で、以上で今日のまとめっていうのは全部終わりになります。また細かいところはね、私の知ってる限りになっちゃいますけども、ケイスさん、ジョーカーさん、あとユタさん、綾瀬さん、この4名の方だって、あと、あやパパさんもそうですね、が、動画で、細かくですね、一個一個のこのアップデート情報をまとめてくれてますので、中身を詳細に見たい方はそちらの方も、ご参照いただければなというふうに思います。で、このスーパーユニットに関してはまだ全部出揃ってないんで、まだ全部出揃った段階で私もですね、まとめ動画を出していきたいというふうに思うので、そちらの方もですね、ぜひ、まとめて概要を、知りたいよって方はご覧いただけたら嬉しいなと思います。またですね、その情報も、動画内で出していきますので、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。また、動画良かったよ、参考になったよって方はグッドボタンもよろしくお願いします。そして今後もご視聴いただけると嬉しいです。ぜひね、関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたらなというふうにも思っております。でお待ちしております。では本日この辺りで失礼いたします。長くなりましたが、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。